愛媛県松山市にあります愛媛県総合運動公園球技場です。2023プレナスなでしこリーグ第2節、愛媛 FC レディース対 AS 春馬アルビオン。このゲームはこの後13時キックオフ予定となっております。正式配信開始はキックオフ20分前の12時40分を予定しています。試合開始までしばらくお待ちください。
積み重ねる365乗り越えていく One more time 後悔したくはないから走り続ける yeah, yeah. いつだって一人じゃない。君が隣にいる Miracle 笑顔も涙も Beautiful それだけで目の前の道が開く One way, one way 僕らなら時にの瞬間にかけた想い競った日々託されたバトンを胸に進み続けていたい。モノクロの世界を色づけてくれた。この時間は2023プレナスなでしこリーグ一部第2節愛媛 FC レディース対 AS ハリマアルビオンの試合をお伝えいたします。会場は愛媛県松山市にあります愛媛県総合運動公園球技場です。キックオフはこの後13時の予定となっております。放送席の実況担当は藤田雄二郎でお送りしていきます。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルではなでしこリーグ一部すべての試合を生中継で配信していきます。この会場にも何といっても4年ぶりに声援が戻っています。両チームのサポーターが会場に詰めかけている愛媛県総合運動公園球技場です。この愛媛地域では3月18日に桜の開花宣言が告げられました。この球技場も画面の右奥に桜が咲き誇っている、そんな春めいた装いをしております愛媛県総合運動公園球技場です。今年も素顔の写真の選手たちの私服写真を交えたスタメン紹介をお送りしていきます。そしてチーム実況担当者としてなでしこリーグ一部12チームそれぞれアナウンサーが試合を盛り上げていきます。今年のなでしこリーグ一部も全12チームです。ホーム&アウェーの2回戦総当たり全22節で行われます。それではここまでの順位を確認しておきましょう。まずアウェーの AS ハリマアルビオン開幕戦引き分けまして現在5位タイ、そしてホームチーム愛媛 FC レディースは開幕戦敗れまして現在順位は11位となっております。前節の試合を振り返ります。昨年からの連勝、まずはホームでの開幕となりました AS ハリマアルビオン。日発横浜 FC シーガルズとの対戦でした。シュート、キーパーの正面、桜井のシュート、わずかにゴールの左。
どうかキーパーなんとかなんとか書き出していったたけしさん。神戸から奈良なんとかディフェンス間に合った。ここで試合終了のホイッスル。君は君でいい、笑ってほしい、かけたえなない。どうりよここは当たらない。左に通していけばチャンスで金子、金子左足シュートへ。ご覧いただきましたように、 AS ハリマアルビオンが開幕戦1対1の引き分け、そして今回ホームで行われます愛媛 FC レディースは開幕戦日体大に4対1で敗れるという開幕戦となりました。それでは両チームのスターティングラインナップをご紹介しておきましょう。まずはアウェーの AS ハリマアルビオン、ゴールキーパー背番号1番の竹下かなさ、ディフェンダー24番村田楓、ディフェンダー5番の小島美久、ディフェンダー6番吉田志保、ディフェンダー7番井上明茜。ここからはミッドフィルダーです。26番の藤原亜佑、ミッドフィルダー14番庄野かな子、ミッドフィルダー18番中野里乃、ミッドフィルダー17番桂間文菜、そしてフォワードは2トップです。9番の内田美鈴、フォワード10番去年の得点王千葉園子。控えの選手です。ゴールキーパー31番原田美穂、ディフェンダー16番松久保希子、ディフェンダー29番長澤夢、ミッドフィルダー27番川上沙羅、フォワード11番山岸夢穂、フォワード20番亀井奈奈。監督はチーム率いて2年目中野里乃監督です。小野鈴鹿監督です。ご覧のメンバーがベンチ入りメンバーです。続いてホームの愛媛 FC レディース、ゴールキーパー21番小松里美、ディフェンダー24番前田花江、ディフェンダー22番竹田夏美、この試合キャプテンマークを巻いています27番小佐島彩香、ディフェンダー3番の上村彩香、ミッドフィルダー8番の松本園香、ミッドフィルダー14番平塚真希、ミッドフィルダー15番榎木谷美咲、フォワードは3枚です。23番の島林美香、16歳フォワード、25番の田子夏美、フォワード9番久保田遥、
サブメンバーです。ゴールキーパー31番日野木谷遥、ディフェンダー4番の村上茜、ディフェンダー34番毛利美優、ミッドフィルダー6番坂本美智香、ミッドフィルダー7番大宮宏、ミッドフィルダー11番小島脇子、フォワード29番今倉彩乃、こちらもチームを率いる2年目徳永貴信監督です。ベンチ入りメンバーはご覧のようになっています。両チームのスターティングラインナップをご紹介しました。2023プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディース対 AS 春馬アルビオン、まもなくキックオフとなります。それではこの試合のマッチコミッショナーをご紹介しておきましょう。マッチコミッショナーはゴンナズローさん、審判アセッサーは大都市和則さん、レフリー主審が山内恵美さん、副審は柿本真希さん、望月純喜さん、そして第4の審判員が松崎雄飛さんとなっています。まもなく選手が入場いたします。今ウォーミングアップを終えた選手たちがピッチ上に入ってきています。オレンジのユニフォームがホームとなります愛媛 FC レディース、去年は12チーム中11位と低迷しました。対するアウェーチームが AS 春馬アルビオン、チーム創設以来去年は最高順位となる3位に輝いたチームです。まもなくこの愛媛県総合運動公園球技場に両チームの選手が入場してきます。ホームとなります愛媛 FC レディース、今年のスローガンは己超え、チームの目標としては今年の順位は3位以内を目指したいと意気込んでいるシーズン2023のプレナスなでしこリーグです。今日は会場に多くのサポーターが詰めかけました。ホームの愛媛 FC はもちろん、アウェーであります AS 播磨アルビオンのサポーターもこの愛媛県まで遠征に出かけて声援を送るというスタジアムになっています。選手たちも時折スタンドの方に顔をやって手を振るなど、声援を力に変えられるかどうか、両チームの対戦です。去年はこの両チームはホームゲーム、愛媛のホームゲーム前節では3対1で愛媛の勝ち、後節では3対1で一方の播磨の勝ちと、去年は1勝1敗だったこの両チームです。さあ今主審レフリーの確認も終えました。場内に音楽が鳴り響いております。まもなく選手入場です。選手が入場してきました。4年ぶりに歓声が戻っておりますなでしこリーグです。そしてこの試合、なんとなでしこリーグ通算150試合目の出場となります。愛媛 FC の榎谷美咲選手に花束が贈呈されます。それを記しまして、それより花束贈呈を行いたいと思います。
友人の尾上さんから榎木谷選手に150試合メモリアルの記念となる花束が贈呈されました。なでしこリーグは年間22試合しかない、そんな中で150試合の出場となります。榎木谷美咲、榎木谷選手が勤務しております株式会社ベネフィットワン松山オペレーションセンターセンター長妻木博文様より記念品が贈呈されます。そして榎木谷選手が勤務している会社のセンター長から150試合のお祝いの花束が贈呈されました。このプレナスなでしこリーグ一部で活躍している選手は仕事をしながらこのサッカーをしているという、この二面性を持つ魅力を持った選手がたくさん所属しています。背番号15番の愛媛 FC レディース榎木谷選手が150試合のセレモニー、温かい拍手に包まれました。さあ間もなく試合開始となります。ホームの愛媛 FC、 そしてアウェーのエース播磨アルビオン、それぞれの選手が今記念撮影を行っています。アウェーのエース播磨アルビオンはなんといっても背番号10番、去年の得点王千葉園子を擁します。去年14得点で見事なでしこリーグ一部の得点王に輝きました背番号10番が千葉園子。そして愛媛 FC レディースはこのなでしこリーグ一部の登録選手の中で最年少という16番フォワード25番の田子夏実がスターティングメンバーに名を連ねています。愛媛 FC レディースも記念撮影に応じています。さあこの両チームの対戦、去年は1勝1敗で終わったこの両チーム、圧倒的な攻撃力を誇る白のユニフォームのエース播磨か、それともホームで今季初勝利を目指す愛媛 FC か。ゲーム前のコイントスです。ピッチは左側愛媛 FC レディース、そして右側に構えますのがエース播磨になります。サポーターからの声援が戻っています。大きな声援を受けながら今ピッチに両チームの選手が散っていきました。先に中央で円になって、そして気合を入れましたエース播磨が先に守備位置につきます。さあそしてゆっくりと歩いてピッチに向かっていきました愛媛 FC レディース。この背番号25番ポニーテールをしている選手が若干16歳、田子夏実、注目のストライカーです。前節初めてこのなでしこ1部リーグでデビューを果たした田子ですが、得点をすることはできませんでした。しかし徳永監督は動きは上々だった、いい活躍をしてくれたと田子の動きは評価していました。まもなくキックオフの時間が近づいています。キックオフ予定時刻は13時となっています。さあ選手たちも大きな声で自分たちを鼓舞しながら今ハイタッチをしてそれぞれのポジションに散っていきます。まずキックオフは愛媛 FC から始まります。背番号25番の田子がボールを受け取りました。愛媛 FC のキックオフです。
2023プレナスなでしこリーグ一部第2節愛媛 FC レディース対エース播磨の試合、今キックオフです。まずは長いボールを蹴っていきました愛媛 FC です。攻撃力のある播磨に対して愛媛 FC どんなサッカーを見せるのか。まずは16番のタゴを使っていこうというところ。さあタゴが粘る、2人がかりでボールを奪いに行きます。前線から積極的に行っている愛媛 FC です。播磨ボールになりました。さあタゴ、タゴがまずシュートを打っていきました。開始45秒で16歳のタゴのシュートから始まります。前節は4対1と開幕戦敗れました愛媛 FC レディース。前半に4失点。この試合を振り返りまして徳永監督、積極性が試合序盤から足りなかった、受け身になってしまった、そこが反省点と言っていました。この試合は積極的に攻めも守りも積極的に試合を進めたいと言っていた愛媛 FC レディースの徳永監督です。さあ播磨3人がかり、播磨がボールを奪いました。サイドからの攻撃、ここは愛媛がボールを収めそうです。奪ったのは播磨、さあ早い攻撃、ここから前に出る千葉、後ろからシュート、これはゴールキーパーが抑えます。愛媛のゴールキーパーは今季から新加入になります小松です。ここは急ぎません。愛媛 FC レディースは去年から率いている徳永監督、ボールポゼッションを高めながらボールを大切にするサッカー、それを目指しています。さあスペースにボールを入れたタゴがボールを収めるか。ここはしっかりとマークしていました。7番の井上です。播磨のゴールキーパーは竹下、今日は風がピッチ上横風、画面手前に向かっての横風が吹いています。やや強めに吹いている愛媛県総合運動公園球技場です。右サイドに展開する愛媛、中央からサイドへ、そしてタゴ、タゴがドリブルで仕掛ける、ここは体を張ったディフェンス、播磨の6番吉田。さあ播磨は今度はボールをつなげるか。播磨ボールになりました。播磨の2トップは背番号10番得点王の千葉、そしてスピードのある9番の内田、内田は開幕戦でゴールを挙げています。長いボールで前に当てる千葉が反応する。さあここはしっかりディフェンス、長身の22番竹田がディフェンスです。愛媛 FC がクリアします。左サイド、さあ奪った、中央を見る、一度中に入れて、これは愛媛 FC がクリアします。長島のクリアです。
このボールは愛媛が収めるか。前線タゴ、待っているタゴにつなぐ。カリマもしっかりとしたディフェンス。5番の小島がクリアしました。これは笛が鳴りました。ピッチサイドラインを割ったというところでしょうか。ファールスローになりました。ハリマボールでスタートです。なかなか両チームまだ序盤ボールが収まっていません。愛媛 FC は4人のバックス 4-3-3 というシステムを採用しています。ディフェンスは左から上村、そして長島、武田、右サイドに前田24番となっています。さあフリーキックです。このセットプレーからチャンスを作りたいハリマ。中に入れていくが愛媛のディフェンスがクリアします。あ、少し先ほどのヘディングの際に接触があったでしょうか。少し痛みました。一度ピッチの外に出ます。背番号23番、愛媛 FC の島林美香。一人少ない状態でリスタートとなります愛媛 FC。 さあサイド攻撃、播磨が中央にクロス。さあすらして、ここはシュート、しっかり止めます。背番号26番の藤原のシュートでした。播磨いい組み立ての攻撃を見せました。さあまだピッチに人は戻っていません。愛媛 FC 10人でのプレーになります。ここは細かくボールをつなぐ。いいボールがつながった。左サイドです。左サイドに展開、そして大きく開いている前線に急ぎません。もう一度前に、ここはボールキープをします。もう一度作り直します。愛媛 FC前田、武田のボール回し。前線中央には16歳の25番田子、そして左の前線に9番の久保田が待っています。その久保田、ボールをすらして向こうサイドのピッチラインを割りました。6番の吉田、前線へ。さあ愛媛がボールを奪う。25番の田子、これは追いつきそう。ドリブルで仕掛けますがしっかりと対応しました5番の小島。さあコーナーキックになります。愛媛 FC のセットプレーです。キッカーは背番号27番の長島。なんと去年までの3年間全試合フルタイムフル出場という鉄人27番。開幕戦もフルタイムフル出場でした。4年目になっています。フルタイムフル出場をして4年目、チームに入っては8年目になります。愛媛 FC レディースの精神的支柱長島。セットプレー、コーナーキック、ファーサイド、これはどうだ。あわやオウンゴールというところでしたが落ち着いて対応しました。ゴールキーパーの竹下。さあ今度はカウンターを狙うエース播磨。スピードのある選手が多い播磨です。17番の
勝山、さあそして藤原、ここは愛媛がディフェンス対応します。試合開始10分が経過しました。後ろでボールをつなぎながらビルドアップ、これが去年からやっている愛媛 FC レディースのサッカーです。ボールをしっかりとキープ、右サイドに展開。さあここから播磨がボールを奪う。千葉へのボールというところですが、この千葉には徹底したマークがついています。相手の得点源、エース播磨のエース千葉園子、背番号10番、しっかりと体を合わせていきます。なかなか思うようにボールをもらえません、背番号10番の千葉。元日本代表であります、この10番の千葉園子。ここはファールです。フリーキック、チャンスを迎えます播磨。中央には17番の勝山、それから10番の千葉。さあどうでしょう、ゴールキーパーに向かっていくボール、14番の正野が蹴っていきました。さあそして少し出血がありましたが、23番の島林がピッチに戻ってきました。体を張ったヘディングでクリアをしているときに少し接触がありまして負傷しました。しかしピッチに戻っています。フォワード3枚の右側に入っている島林。さあこれで11人対11人となります。愛媛はボールをつなぎながら相手陣内へというところです。久保田のスローイング、そして14番の平塚、開幕戦でゴールを挙げている平塚です。ボランチの平塚、そしてバックスでボールをつないで、さあ入ってきました23番がワンタッチで前に落とす。早いリスタート、島林、田子、松本、いいボールが出ますがゴールキーパーが抑えます。また愛媛がボールを奪いそう。ここはしかし播磨もしっかりとディフェンス、そしてボールを奪った。ここから仕掛けたいところですが、早いディフェンスです。積極的なサッカーを展開したいと言っていた徳永監督、しっかりと相手のパスの出しどころでボールを奪っています。愛媛 FC レディース、武田ドリブルで一人剥がす、そして左サイド、右サイド、中央へ、また愛媛がボールを奪いました。田子です、田子が仕掛ける、ここはディフェンス厳しめに当たりました。このセンターフォワード16歳の田子に今日はよくボールが出ています。田子も期待に応えてチャンスを作っています。16歳、25番の田子夏実。さあこのボールはどちらが取るのか。おお、播磨が取った。千葉がうまいプレーを見せましたが、ここは再び愛媛が奪い返します。
足がかかりました。今度は愛媛が左サイドから攻め上がろうというところ。長島、武田、前田、中央へ。そして150試合出場となりました榎谷。この試合開始前には150試合のメモリアルで花束が贈呈されていました15番の榎谷です。愛媛市レディース。さあここからチャンスを作れるのか。左サイドを崩していった、中央にボールが上がるがゴールキーパーが抑えます。試合開始から16分が経ちました。ボールポゼッションは愛媛 FC が握っているように見えますが、播磨がなかなかチャンスが作れていません。さあここはフリーキックから早いリスタート、しっかりと愛媛が対応します。6番の吉田、前線に。さあそしてドリブルが得意な勝山、そして中央千葉、そして右サイド、これは播磨いい形になりそう。中央へクロス、シュート決まりました。17番の勝山、一つのチャンスをものにしました。今季初ゴール。愛媛 FC 戦には強い17番の勝山が選手権を奪いました。手元の時計で18分、前半の18分、勝山のゴールで先制を挙げました。エース播磨アルビオンです。さあ試合が動きました。愛媛は何としてもこのホームの開幕戦、サポーターのためにも勝利を収めたいと言っていました。早い段階で追いつきたい愛媛です。右サイド、これは播磨ボールになります。播磨のフリーキック、1点を先制して少し余裕が生まれました播磨。ここはじっくりと体勢を作って時間を使います。あっと滑ってタゴにボールが出た。さあこれはどうする。タゴがドリブルで持ち込む、16歳のタゴ持ち込んで、シュートはわずか左。素晴らしい突破力を見せました25番。なでしこリーグ一部の中でも最年少、まだ高校生です、16番の田子夏実。自分で仕掛けましたけれども、これはわずかに枠の向こう側でした。
愛媛も決定機を作りました。さあ右サイドです。これもいい形になりそう。ハリマ早いクロス、ゴールキーパーが出ました。千葉へというボールでしたけれども、ゴールキーパーが小松が抑えました。愛媛 FC レディースです。両チーム持ち足が出始めました。愛媛が目指すポゼッションサッカー、ボールを保持して、そしてチャンスを作る。ハリマはしっかりディフェンス、持ち前の攻撃力でワンチャンスをものにしようというところ。ここは愛媛ボール、タゴがボールキープ。しかし人数をかけます。ハリマ、ハリマボールに変えます。ここはハリマボールです。前半18分、手元の時計で18分にハリマの17番カツラマのゴールで1対0と先制しています。エースハリマアルビオン。さあ前でボールを奪った愛媛 FC。 さあまたタゴがボールをもらって1対1シュート。これは枠の上、積極的に狙います。16歳のタゴ、持ち味を存分に発揮しています。愛媛 FC レディースの新エースです。一度ボールを戻します。長島、ゲームのキャプテンマークを巻いている長島はチームの副キャプテンです。平塚から左サイドへ、9番の久保田、そして上村、長島、キックが安定している長島がもう一度前へ、9番の久保田。さあサイドを崩せるか。1対1ドリブルで仕掛けます。しかし一度戻して上村が速いクロス。さここはゴールキーパーが抑えます。愛媛サイドでのスローイング、ハリマボール、千葉が中央へ入れます。ここは愛媛が人数をかけて守ります。さあそして再びハリマボール、内田、スピードのある内田がボールを持ってクロスを上げる。千葉へつながりそうなところ、しっかりゴールキーパーが弾きました。中央で待っていたのが去年の得点王、背番号10番ハリマの千葉です。ここはハリマボール、チャンスのフリーキックになります。
この位置でのフリーキック、14番のショーのボールをセットします。愛媛はしのぎたいところ、張本は追加点のチャンス。ショーの速いパス、ニアサイドに速いボールを蹴っていきました。ここはなんとかしのいだ愛媛 FC。 ハリマがまたボールを奪う。早く前にボールを入れていくハリマのスタイル。前線にはタレントが揃っているエースハリマ。今度はサイドを変えます。前から積極的にタゴがディフェンスをしました。さあ今度は愛媛ボール。武田右サイド、サイドバックが上がっています。愛媛 FC、 さあタゴに対するファールです。今度は愛媛のチャンス、いい位置でフリーキックをもらいました。キッカーは長島、精度のあるキック力があります。長島です。長島彩香。さあ愛媛は身長のある武田も前線に詰めています。速いボールでいったが、後ろから松本が狙いますが、これは枠を捉えられません。1対0と播磨が先制点を挙げています。2023年プレナスなでしこリーグ1部の第2節です。先週開幕しましたなでしこリーグ1部。さあ前にボールをつないでいければチャンスという愛媛ですが、ゴールキーパーが出てきました。播磨の竹下。このボールは愛媛が拾いそう。前にボールをつなぐ。これは愛媛のタゴが抑えていこうというところですが、愛媛にボールが出ます。左サイドドリブルで上がる、股抜きを狙いましたが、これは播磨のディフェンスクリアしました。愛媛ボールです。もう一度左サイドを狙う。これはいいボール、中央にボールを収めたいところでしたが、播磨が今度はカウンター。キューバの内田、播磨ボールになりました。播磨の6番吉田、前線に上げますがゴールキーパー小松が抑えます。常に前からプレッシャーをかけようという9番の内田と10番の千葉、播磨の誇る2トップです。
ゴールキーパーもボール回しに加わります。ビルドアップの愛媛 FC レディース、さあ8番の松本、去年までキャプテンを務めていました松本、キープ力があります。8番です。このボールは播磨が抑える、スピードのある内田から右サイドへシュートに行きましたが、これはバーの上、26番の藤原、いいシュートを打っていきました、エース播磨。試合開始から30分が超えました。1対0と播磨のリードは変わりません。さあ長いボール、松本が飛び出した、これは笛がない。さあ中央にチャンスになる、打てるか、しっかりとディフェンスにつく播磨。まだボールは愛媛 FC ボール。ここはピッチを割りました。試合序盤接触プレーで少しピッチの外に出ていましたフォワードの23番島林のプレーでした。播磨ボールのスローイングです。さあスピードのある内田、中に入れます。ここはしっかり対応しました。150試合必要となりました。えのき谷、場内から拍手が起こりました。ここで愛媛がボールを奪えるか。今度は播磨ボール、愛媛が奪いました。また左サイドです。松本ボールが受ける、2人で崩しにかかります。一度ボールを下げて上村、これは播磨の藤原が奪います。しかしまた愛媛ボール、ボランチの平塚に一度当てて中央を崩していく。さあ播磨ボール、勝山です。ドリブルのあります、勝山、先制点を奪った勝山から内田へ、ここはしっかりと22番竹田が対応しました。さあ播磨のコーナーキックです。6番の吉田前に上がります。5番の小島、ディフェンスの2人が前線に上がります。追加点の欲しいエース播磨、サインプレーになるでしょうか。
播磨の左サイドからのコーナーキック、ニアを狙っていきましたが、これはキックミスになりました。ハリマは前からの守備、プレッシャーをかけていく千葉、藤原、内田、人数をかけます。さあここでシュートを打っていきました、ショーノ。愛媛にボールを回させませんでした。カツラマ、ボールを奪うか。前から前からプレッシャーをかけるハリマ、この時間になって積極的な守備を見せています。さあどうでしょうか、これはなんとかボールをつないだ愛媛。しかしまたボールを奪うのはハリマ、前線からのプレッシャーが厳しくなっています。左サイドから中央へ、井上からのボールというところでした。この背番号7番の井上は2年前は愛媛 FC レディースに所属していた選手です。さあ千葉、勝山、これはゴールキーパーです。播磨の攻撃が目立っています。愛媛のサッカーをさせてもらっていません。この時間帯得意のボール回しが封じられています。積極的に前からプレッシャーをかけていくリードしているエース播磨。さあここは愛媛が攻め上がる、左サイド1対1、体を張ったディフェンスでボールを一度下げます。さあ左サイドチャンスになります愛媛、クロスを上げられるか。一度戻してもう一度左サイド中央へ、上村です。上村がドリブルでなんとかボールキープ、愛媛 FC ボールのフリーキック、チャンスを作りました。前半の深い時間、いい時間でのフリーキックになります。愛媛 FC です。キッカーは長島、いいボール、どうだ、これはわずかに右でした。タゴに合わせていったでしょうか、いいフリーキックでした。チャンスを作った愛媛でしたが決めきれませんでした。さあ25番のタゴが体を張ってマイボールにしました愛媛 FC レディース。前半も残りわずかとなってきました。ここから再び長島のフリーキック、低いボールつながった、シュートは打てません。播磨がクリア、人数をかけて守りました播磨。
さあこれはハリマが取るとチャンスになります。千葉へつながった、千葉、千葉がドリブルでシュート、キーパー真正面でした。去年の得点王千葉がシュートを放ちました。しかしゴールキーパー小松がしっかりと抑えた。愛媛がパスでボールをつないで左サイド、クロスが上がる、タゴが待っている、ポストプレー、ちょんと合わせた左足、あー惜しい、えのき谷のシュートでしたが、これもゴールの右側でした。攻めている愛媛 FC、 なかなか枠内シュートを放てていません。しかし形は作れています。去年はなでしこリーグ3位に入りましたエースハリマ、今年は創部10年目で優勝を目指しているチームです。一方の愛媛 FC レディースは去年は12チーム中11位と低迷しましたが、2021年シーズンではこのなでしこリーグ1部5位に入るという健闘を見せています。前半の残り時間がほぼなくなってきました。これはゴールラインを割ります。先制点を取りました桂間のドリブルでしたけれども、愛媛ボール、このルーズボールはハリマが抑えるか、内田がボールを抑えました。中央へ早くボールを入れていく、もう一度、もう一度ハリマボール、さあ愛媛が体を張って榎谷がボールを奪いました。さあ愛媛ボール、松本、松本が速いクロスで有馬が対応します。24番の村田、さあ前半アディショナルタイム1分です。追加時間はほぼありません。タゴが、タゴがチャンスを作れ、1対1決まりました。前半のアディショナルタイム16歳が決めました。なでしこ一部リーグ初得点、高校生のタゴが見せました。最後まで諦めないプレー、
嬉しい嬉しい、なでしこ初ゴールです。同点に追いつきました愛媛 FC。 ここで前半終了のホイッスルです。2023プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディースとエース播磨アルビオン、前半終了しまして1対1の同点で折り返すことになりました。ここでなでしこリーグからのお知らせです。普及、地域、多様性をキーワードになでしこリーグに関わる人々の思いを象徴するリーグビジョンステートメント映像をご覧いただきます。さらになでしこリーグ公式テーマソングジリオンのワンデイのミュージックビデオをご覧いただきます。そしてそれに続きまして愛媛 FC レディースのオリジナル映像もお送りします。それではハーフタイムです。そのサッカーは地域を愛し愛されるシンボル。そのサッカーは一人一人の夢が叶えられる場所。そのサッカーは勝利を追求する。そしてそれを超えた価値をも追求する。それがなでしこリーグ。初めてボールを蹴ったあの日の胸の高鳴りをそのままに、自分が選んだ道をひたむきに走り続けること。その先には性別や年齢に関係なく、生涯を通じて自分が選んだことに続けられる未来があると信じて、私たちはサッカーを愛する誰しもがサッカーと共に生きられる世界を作っていきます。サッカーと幸せになる。なでしこリーグ。積み重ねる365乗り越えていく One more time。 後悔したくはないから走り続ける、yeah, yeah. いつだって一人じゃない。君が隣にいる Miracle、 笑顔も涙も Beautiful、 それだけで目の前の道が開く。 One way, one way、 僕らなら FC レディースを覚えてもらいましょう。はい、ということで進行します愛媛 FC 営業部の土井壮介です。よろしくお願いします。さあ今からレディースの選手たちの皆さんにはですね、
先に配った番号札の順番に並んでもらって1番の人を2番の人が紹介します。2番の人を3番の人が紹介します。で制限時間は10秒。で10秒の中で名前、ポジション、そして背番号を必ず入れてください。で一番紹介するのが下手だった選手には最後監督の紹介をしてもらいます。愛媛FCレディス覚えてもらいましょう。よーいスタート。背番号15番ミッドフィルダーの榎木谷美咲選手です。攻守においてハードプレーしてくれる、オンでもオフでもチームを盛り上げてくれる、コンビニで最年長選手です。終了。はい、行きましょう。28番、はい、加藤美咲です。はい、攻撃はとてもパワフルでチームのために走ってくれます。終了。はい、はい、どんどん。背番号9番、黒田遥選手です。ドリブルがとてもうまくて、顔が可愛くて可愛いです。はい、終了。ね、20秒ください。背番号4番、村上茜選手です。皆さんからキャミさんと呼ばれてます。お菓子作りが好きで体が柔らかい軟体動物みたいな選手です。よろしくお願いします。はい、終了。はい、背番号30番田上歩美選手です。この立派な足から繰り出される技術は素晴らしいです。以上です。はい、終了。背番号22番の武田真由美選手です。一番背が高くて、誰にもヘディングが負けないです。終了。はい、どんどん行きましょう。どうぞ。背番号19番田中真由美選手です。滋賀県出身のチームで一番背が小さいですが、一番走ります。終了。何その親指。背番号5番2編成の小山真香選手です。スタイルの良さはチーム一番だと思います。ビジュアルも完璧です。全力に頑張ります。はい、24番前田花江です。ディフェンスなんですけど、ボランチもできるよね。はい、終了。はい、次3番のディフェンスの上村彩香選手です。たくさん駆け上がって攻撃的サイドバックでチームの得点をたくさん取ります。はい、終了。はい、いいですよ。みんなちょっと時間が余ってるよ。背番号8番松本園香選手です。ポジションはミッドフィルダーです。攻守においてとても気の利いたポジショニングをとって注目してください。はい、終了。結構みんな上手ですよ。背番号1番の玉田桃香選手です。ゴールキーパーです。めちゃくちゃ熱くてでも料理上手というギャップにキュンです。終了。はい、どんどん行こう。背番号27番ディフェンダーの長島彩香選手です。愛媛8年目で終了。背番号32番ディフェンダーの河合ビビです。実はダンスが好きでダイナマイトを踊れるみたいです。一人ダンスもプレゼントしたいみたいなので欲しい人は言ってください。はい、終了。背番号21番小松ゆり美です。キーパーです。笑顔が素敵です。ゴールを守ります。終了。背番号34番毛利美優です。ディフェンダーです。とんでもなく天然のお天場娘です。皆さんよろしくお願いします。はい、終了。どんどん行こう。どんどん。いいよ、いいよ。背番号29番今フォワードの今倉彩乃選手です。普段はフォワーしているんですけど、プレー中はスピードのキレとかがすごいので、ぜひそこのギャップに注目してください。はい、終了。背番号7番ミッドフィルダーの大宮宏選手です。プレーでは相手を吹っ飛ばしますが声が可愛いので注目してみてください。はい、終了。背番号13番ディフェンスの山千歳選手です。可愛い笑顔とオーバーラップからのクロスに注目です。はい、終了。背番号14番平塚真希選手です。ピッチではチームの中心になってボールをさばきます。得点に期待です。終了。背番号2番フレンズの松永拓選手です。綺麗な見せると持ち主です。皆さん曲をリクエストして歌ってもらってください。はい、終了。うまいね、みんな。背番号10番鈴木
光選手です、東京中目黒育ちのお嬢様です。終了最後25番フォワード籠夏美選手です。高校で一番頭悪いですけどチームをあの 今年10点取りそうで頑張ってください。背番号26番フォワードの桜優香選手です。笑顔がチャームポイントです。はい終了。番号23番島林美香選手です。広島から今年加入しました。おっとりしてます。可愛いです。はい終了。もう何も出てくる。番号16番ミッドフィルダーの川原美選手です。沖縄出身です。せーのダークライダー。はい終了。なんか絡めてきてるやん。背番号31番広木谷遥香です。高校2年生になります。長身を生かしたお肌ピチピチ現役高校生です。よろしくお願いします。終了。さあこの辺みんな見てるよ。背番号6番ミッドフィルダー坂本美智香選手です。愛媛マラソンの時は美智香さんに負けず美智香ですと金髪を並かせて輝きました。はい終了。背番号11番小島真希子選手です。ミッドフィルダーです。笑顔は基本的に引きつってますし、ラダーはめちゃめちゃ変ですけど、バッコボールでいっぱい点取るそうです。お願いします。終了。ラスト背番号18番の 横山愛選手です。今シーズンキャプテンで最年長で頼りがいあるキャプテンです。応援よろしくお願いします。はい終了。すいませんが僕の独断と偏見で一番紹介の下手だった人を決めたいと思います。一番紹介が下手だったのは松永選手でお願いします。はい、みんな結構うまかったんですけど、まずせっ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 て言ってさあ、それでは一番紹介が下手だった松永選手に最後監督の紹介とそして監督のいいところ10個を含む、10秒でお願いします。いきますよ、よーいスタート。去年から指揮を取る監督の徳永高信監督です。よろしくお願いします。いいところは笑顔が可愛いいところと攻撃的なサッカーを今シーズンも愛媛 FC リリースの皆さん応援よろしくお願いします。サッカーと幸せになる2023プレナスなでしこリーグ一部第2節愛媛 FC レディース対エース播磨アルビオン、まもなく後半が始まろうとしています。愛媛県松山市にあります愛媛県総合運動公園球技場からお送りしています。前半は18分に播磨の17番勝良間が先取点を挙げました。前半のアディショナルタイムに愛媛の16歳高校これから2年生になろうという25番のタゴが得点を決めまして前半終わって1対1の同点です。まもなく後半が開始ですが両チーム交代はないようです。播磨対愛媛開幕2戦目になります。第2節です。去年はチーム発足最高順位となりましたなでしこリーグ一部で3位となりましたエース播磨、一方愛媛 FC レディースは去年は苦しいシーズンわずかシーズン2勝に終わりまして11位と低迷しました。新加入選手も加わり新しくなった2023年、まもなく後半開始、キックオフは播磨ボールです。播磨の14番正野がキックオフです。
4年ぶりにサポーターの声出し声援が解禁されました。なでしこリーグ、さあ後半キックオフです。さあ張間は左サイド、追いつきました、折り返します。ここはしっかりディフェンスしました愛媛 FC 平塚。さあ愛媛は25番16歳のタゴ、体が強い選手です。なでしこリーグ一部初ゴールを挙げました。前半のアディショナルタイム得点を取った25番愛媛 FC オレンジのユニフォームのタゴです。タゴ夏美、愛媛はこの前線にいるタゴにボールを集めてマイボールにしていきます。愛媛ボール、右から左に攻めるオレンジのユニフォームが愛媛 FC、 白のユニフォームが播磨です。前半は強い風が吹いていましたが、後半は少し風が弱まりました。向こうからこちらサイドに風が吹いています。さあ愛媛のボール、今年創部10年目を迎えまして、10年目で初優勝を狙っているというエース播磨アルビオン、監督は小野鈴鹿監督41歳です。チームを率いて2年目。前半終了後の小野監督のコメントが入ってきました。播磨ボールのスローイングです。播磨ボールのフリーキックです。14番の翔野、キーパーに向かっているパンチングで弾くが、セカンドボール中央に入れて、ここは愛媛がクリアします。しかしまだ播磨ボール、内田、愛媛がサイドに逃げます。人数をかけて守ります。愛媛、これはコーナーキックになります。今攻撃しているエース播磨小野鈴鹿監督、さあ播磨はこのようにコーナーキックは一度中央に集まってサインプレー、自分たちの動きを確認し合います。コーナーキック、26番の藤原、低いボールニア、さあもう一度藤原から中央へ、クリアしていきました愛媛 FC。 小野鈴鹿監督、前半を終えて守備のスイッチを高い位置から自分たちで入れるようにしよう、そしてセカンドボールをマイボールにして早い時間で得点を取ろうという指示が出ています。ハーフタイムです。さ
愛媛 FC のタゴ、タゴは体が強い、一人剥がした、ドリブルで持ち上がります、チャンスを作る、タゴまだいけるか、まだ行く、まだ行きました、中央に愛媛 FC レディースの攻撃の起点になっています、16歳のタゴ、今度はカウンターです、ハリマ、しかしこれはつながりません。これはハリマボール、ハリマチャンスになります、千葉が前に待っている、足がかかってしまった、ディフェンスに行った14番の平塚、さあハリマボールです、翔野がボールを持っている14番、背番号7番の井上もボールサイドにいます、元愛媛 FC の選手、フルスと戦っている7番の井上、井上と翔野、直接狙えるの位置かどうかというところです。愛媛 FC のゴールキーパーは小松、中央に人数をかけて守る体勢を取っています愛媛 FC レディース、もう一度サイド確認しますが、翔野と井上がキックポジションにいます、さあどちらが蹴るのか、井上が直接行きました、バーの上です、クロスバーの上を通過しました。それではハーフタイムのコメント、愛媛 FC レディースの徳永監督、前半いい時間に点を返すことができた、後半ボールを動かしながら攻撃の厚みを持って点を取って勝つというコメントを残しています。さあ前からプレッシャーをかけに行く千葉、ここでハリマがボールを奪います、高い位置、前線に長いボール、千葉の前、ゴールキーパ千葉につながればというところでしたが、ゴールキーパーの小松がいい飛び出しを見せました。播磨の背番号10番は千葉は去年の得点王です、去年14得点を挙げていますストライカー、さあボールを奪い合いますが、愛媛のボールになりました、前にはタゴが待っています、今日同点ゴールを決めたのが背番号25番16歳のタゴです。抜けました、チャンスになる、愛媛が中央に入れますが誰もいませんでした、背番号9番の久保田のプレーでした。平塚、愛媛 FC の平塚、左に9番の久保田、もう一度平塚、さあ久保田が中央に入れました、あここは連携が少しできませんでした、えのき谷がパスを出そうというところでしたが、播磨のゴールキーパー竹下、前半は1点ずつを取り合っています
播磨は17番の桂間のゴール、そして愛媛 FC は25番田子のゴールで1対1の同点。さあボールがつながった播磨、キャプテンの中野から藤原、そして左サイドに開きます。ワンツーで切り崩そうというところ、しっかりとディフェンスがついています。愛媛が今度はボールを奪う、前線の田子に、田子にボールを出した。さあゴールキーパーも出ている。ここはゴールキーパー竹下が追いつきました。愛媛は後ろでボールを回しながら前線で待つセンターフォワードの田子にボールを預けるというプレーが多く見られます。さあ今度は播磨の千葉、さあ千葉がボールを持った、中央へ翔の2人で囲みます。愛媛 FC しかし出す、ここはしっかりとヘディング、小佐島です。播磨のコーナーキックになります。播磨はこの背番号10番の千葉がまだ思うようにプレーをさせてもらっていません。14番の庄野のコーナーキック、高いボール、ボールがこぼれているがゴールキーパーが抑えました。コーナーキックがラインを割ったという先進の指示ですが、旗が上がっています。ここで選手交代です。愛媛 FC 背番号9番の久保田に代わりまして、背番号7番の大宮浩が入ります。なでしこリーグでは今シーズンも5人まで交代することができます。先に選手交代のカードを切りました愛媛 FC レディースです。愛媛ボールで試合が始まりました。播磨がボールを奪います。中央へ、さあシュートを打っていきますが、これは枠の外。播磨は後半10番の千葉内田、ピンチをなんとかしのぎました愛媛。前からプレッシャーをかける播磨。愛媛ボランチの平塚から右サイドへ松本、さあ田子にボールが出る、これは旗が上がっていました、オフサイドです。播磨は後半に入りましてフォワードのポジションに背番号7番の井之脇が入っています。10番の千葉、そして7番の井之脇、フォワードポジションに入っていたスピードのある9番の内田が右のサイドハーフに入るというポジション取りをしています。愛媛は田子がこの位置に下がってドリブルで突破、推進力があります。播磨ボールです。今の千葉テクニックがある、中へ翔の、一度戻してクロスが上がる、千葉左足、これは弾き返します。
中野キャプテン、今シーズンからキャプ播磨のキャプテンです。18番の中野、さあ早いパス回し、ここは愛媛が対応する。このボールは愛媛が収めます。ボールの出しどころを探る愛媛 FC、 バックスでボールを回してビルドアップ。さあ松本にボールが出た。松本は素早く前に、ここは播磨が取り返します。村田、そして中野キャプテン、右サイドに開いている内田、スピードがあります。中にもう一度中野にボールが出るというところ、スローイング、じわりじわりと愛媛 FC 陣内に攻め込んできました播磨。村田から内田へ、愛媛は田子、このポストプレー強い。さあ田子が前に進む、松本が左サイドにいますが2人がかりで止めました播磨。さあ井上、千葉がここにいます。播磨ボール、左サイドクロスが上がる、ゴールキーパーが抑えます。平塚、クォーターで入りました大宮、7番が大宮です。14番平塚、そして長島から右サイドへ、これはラインを割りました。後半が始まって間もなく19分になろうというところ、まだ両チーム後半に入っては決定機を作れていません。これは播磨ボール、チャンスになる、いい形になったが愛媛がすぐに奪い返した。島林から田子へ、この田子がボールを収めます。右サイド25番の田子、1人かわした、中央へ、これはラインを割りました。再三にわたりこの16歳の田子、いいプレーを見せています。愛媛 FC の攻撃の起点になっています。さあ2枚目の交代カードを切ります。まずは播磨が1枚目の交代カード、7番の井上に代わりまして11番の山岸が入ります。山岸ゆめほ22歳ピッチに入りました。そして愛媛 FC はなでしこリーグ150試合出場記念となりました榎谷に代わりまして11番の小島が入りました。
番号11番小島真希子選手が入ります。両チームが交代のカードを切ってきました。有馬がボールをキープして左サイド、藤原キックの精度があります。藤原中央へというところですが、ここは愛媛がクリア。しかし25番のタゴがボールを追いかけてマイボールにするのか。タゴはまだ動く。さあそのタゴへチャンス、シュートはキーパー正面。あ、ここはフラッグが上がりましたか。オフサイドでした。愛媛 FC 途中出場の11番小島からのパスというところでしたが、代わって入った小島がボールを触ります。愛媛 FC です。一度ボールを下げました。武田、あ、これはパスミス、隙を突かれました。9番の内田が狙っていました。再三にわたり前からプレッシャーをかけていました。背番号9番の内田、バックラインのパスミスを狙っていました。これで内田は今シーズン2点目となります。これで2対1、播磨がリードを奪いました。後半22分でしょうか、9番の内田、思わぬ形で失点してしまいました愛媛 FC レディース。さあタゴです。今度は愛媛のタゴが一人で向かう。愛媛 FC の攻撃の起点になっているセンターフォワードタゴ、先ほど得点を奪った内田、内田から右サイドへ。さあ1対1の対応、しっかりとこれはディフェンスしました。ナイスカバーでした。山岸のプレーでした。エース播磨、播磨ボールになります。播磨のコーナーキックです。
後半のいい時間に追加点を奪ったのがエース播磨。相手のバックラインでのパス回し、その隙を狙っていましたフォワード9番の内田の得点で2対1と播磨がリードを奪いました。さあ、播磨のコーナーキックです。これは千葉が飛び込んでいこうというところでしたが、得点は奪えませんでした。ここは愛媛ボールです。左サイドから平塚、竹田、そして右サイドへ。さあ、崩せばチャンスというところですが、播磨が対応します。このボールは愛媛が拾う。早い攻撃。愛媛の上村、ドリブルにスピードがあります。長島から竹田、そして前田、中央の田越へというボールですが、2人がかりでのディフェンス、ちょっと傷んでいるか。タゴに対して2人がかりで頭で行きました。播磨のディフェンス、5番の小島と6番の吉田、接触がありました。味方同士の接触。センターバックの2人がかりでなんとかその16歳の突進を止めようというプレーでした。これは大丈夫なようです。プレーが再開されます。播磨にボールを返しました愛媛 FC レディース。播磨が左サイド、千葉がボールを追いかけますが、ゴールキーパーがここまで出てきます。左サイド内田へというボールですが、またここもキーパーです。ゴールエリアを飛び出してきます。愛媛 FC のゴールキーパー小松。播磨の新キャプテン中野からパスが回ります。右サイド14番翔野、そして11番山岸、中央、細かいパス回しは乱れがありました。播磨はフォワードの2トップは10番の千葉と9番の内田、そして右のサイドハーフに代わって入った山岸、左側が先制点を挙げました桂間という攻撃力があります。去年3位のエース播磨。
さあ愛媛も前線からプレッシャーをかけます。体を張ってマイボールにする愛媛。さあボールはつながるか。一度ボールを下げて、ここはハリマ落ち着いてバックスでボールを回します。あっとこれはミスになった。愛媛のボールになる。7番の大宮から一度中央平塚へ、平塚からもう一度ゲームを作り直します。中央の大宮、大宮ボールをキープして戻す。平塚、武田、そしてこちらサイドが長島、左サイドで待つ上村へというボールでした。上村がフリースロー、これもファールスローになりました。今日はラインが少し2本引かれています。白のラインがサイドラインです。緑のラインは違います。タゴが体を張ってマイボールにするか。ハリマが奪い返す。千葉がボールキープできません。奪われます。再三にわたり今シーズンは厳しいマークに合う背番号10番の千葉園子。あーまたこれは内田がボールに追いついた。バックパスの隙を狙うスピードのある9番の内田。愛媛にとっては再びヒヤリとするシーンでした。愛媛は右サイド、中にボールを入れてタゴが待っていた。3人がかりもろともしません。シュートまで行きました。素晴らしいプレーです。驚異の16歳フォワード25番のタゴナツミ。さあ愛媛ボールのコーナーキックにしました。向こう側からコーナーキックは背番号11番小島脇子が蹴ります。途中から入りました小島。愛媛は同点に追いつきたい時間帯。高いボール拾ったのはハリマ。ハリマがカウンターを仕掛けますが体を張って愛媛ボールにしました。11番の小島へというボールですがつながりませんでした。愛媛ボールのスローイングです。松本右サイドが空いているがこれはつながりません。後半の35分が経過しています。
有馬が後半相手のパスミスを狙った内田のゴールで2対1と1点リードしています。有馬ボールのフリーキック、播磨にとっては追加点のチャンス。さあ愛媛 FC はここで選手交代を少し待ちます。ピッチサイドでは29番をつけました今倉彩乃が控えていますが、このキックまで待ちました。ここで愛媛は選手交代です。背番号23番の島林に代わりまして今倉彩乃が投入されます。背番号29番島林もよく頑張りました。チャンスをよく作りました。23番の島林に代わりまして29番の今倉彩乃21歳が投入されました。愛媛 FC さあ愛媛は何としても同点に追いつきたいところ。その代わった今倉ボールをキープ、右サイドマイボールをキープしています。ここはオフサイドフラッグ上がりました。歓声が戻った愛媛県球技場ですけれども、観客数が発表されました。322人という発表になりました。太鼓を叩いて、そして声を出して、手拍子を送ってピッチで戦っている選手たちに声援を送っています。サポーターです。ここは中央で播磨ボールになります。右サイド村田、再びルーズボールですが、これは愛媛ボールになりました。大宮を使ってきます。背番号7番途中出場の大宮。愛媛 FC 上村スローイングです。ここに田子、上村、さあ愛媛は田子を使ってきます。二人がかりで囲みますが愛媛ボール変わりません。しぶとく攻めていきます愛媛 FC レディース。さあ田子が前を向いて、おお、ここからシュートを狙った平塚、さあ左サイド上村、いいパスになった、クロスが上がる、これは播磨がクリアします。愛媛の長い攻撃が続いています。田子、大宮、ここでボールを失いました。播磨ボールになります。
ピッチのこちらサイドでプレーが展開されています。ボールを収めたのは愛媛、サイドを変えます。前田、武田、そして前田、今倉へというボールでした。愛媛の3トップ、中央のタゴ以外は交代で入った選手です。左に大宮、右に今倉。さあチャンスになるか。さあ右サイド、小島から中央へ、さあフリーになった大宮、大宮は軽く合わせてクロスバーの上でした。7番の大宮、ふわりというシュートでしたがクロスバーの上でした。さあ残り時間が少なくなってきました。後半40分を超えています。2対1、播磨がリードしています。ホームで今シーズン初勝利を目指している愛媛 FC レディース。愛媛ボールです。さあタゴにボールを預けました。ここは播磨ボールになります。播磨もこの時間になって疲れが見え始めていますが、ここで交代のようです。エースの背番号10番千葉に代わりまして、背番号20番をつけましたフォワードの亀井奈々が投入されます。エースの千葉をここで交代、20番の亀井がピッチに入っていきました。背番号20番亀井奈々選手が入ります。今ボールのフリーキック、内田がボールを収める。左サイド、もう一度内田、内田がボールをキープ、ボールをキープしている、まだキープしている。さあこれは時間を使ってこようというところです。愛媛ボールになりました。残り時間がわずかになってきています。なでしこリーグ一部の第2節、愛媛 FC レディース対エース播磨です。試合を終わらせようとしているエース播磨、なんとか同点に追いつきたい愛媛 FC レディース。さあ変わって入りました背番号20番の亀井、シュートですがしっかり体を使って止めました。播磨のコーナーキックです。アディショナルタイムは3分と表示されました。さああと3分です。播磨のコーナーキック、
中央ヘディングで合わせますが、これは少し大きかった。さあ反撃のまだ時間はあります。愛媛FC早く前線につなげたいところですが、前からプレッシャーをかけます。今日先制点を挙げました桂間のディフェンス、早いリスタート。愛媛FC前にボールをつなごうというところ、播磨がカウンターです。また愛媛がボールを奪いました。このタゴが何とかするのか。さあ愛媛ボール、まだチャンスができそうです。前線にボールを送る、ここは愛媛ボールのスローイング、上村から出す大宮、有馬がクリア。さあ残り時間わずか、もう一度上村から、もう一度クリア、得点を目指すオレンジのユニフォーム愛媛、中央に行きますが、もう一度愛媛がボールを奪うのか、播磨がボールを奪い返した。さあ体を張って最後まで走り切ろうという播磨、ここは愛媛ボールになりました。時間が残りわずかになっています。前半はアディショナルタイムに得点を挙げました愛媛 FC の25番のタゴ、そのタゴにボールを預けたいところ、そのタゴです。タゴがクロスを上げますが、もう一度作り直します。今倉、中央で松本、今倉、さあ上、後ろから上村ですが、これは播磨ボールになりました。ここで試合終了の笛です。2023プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディース対エース播磨アルビオン、この試合は2対1でエース播磨アルビオンが勝利を収めました。エース播磨は開幕戦こそ引き分けでしたけれども、この第2節で初勝利を挙げています。両チーム最後まで走り切りました。声出し応援が解禁されました。4年ぶり、両チーム詰めかけたサポーターから温かい拍手が送られました。この試合は前半18分、エース播磨の17番桂間が先制点を挙げました。しかし前半のアディショナルタイムに16歳愛媛 FC レディースの新エース25番のタゴが同点弾を放つも、後半に入りましてディフェンスラインのパスミスを狙っていた背番号9番の内田のゴールでエース播磨が勝ち越し、そのままゲームセットとなりました。それでは両チームの次節のご案内をいたしましょう。まずは愛媛 FC レディース、次節はアウェーゲームになります。4月1日土曜日、 CS アセット南港サッカー場で朝日インテックラブリッツ名古屋との対戦ということになります。まだ今シーズン勝利のない愛媛ですが、勝利を目指してアウェー戦が4月1日土曜日に控えています。そして今季初勝利を挙げましたエース播磨アルビオン、次が4月の2日日曜日、ホームのウィンク陸上競技場でバニーズ群馬 FC ホワイトスターとの対戦が決まっております。今サポーターへの
挨拶が行われています。声出し声援が解禁になりました。開幕ホームの開幕戦でしたが、勝利で飾ることはできませんでした。愛媛 FC レディースです。しかし場内からは温かい拍手が送られています。お伝えしてまいりました2023プレナスなでしこリーグ一部第2節、愛媛 FC レディース対エース播磨アルビオン、2対1でエース播磨アルビオンが勝利となりました。試合開催週翌月曜日中にハイライト動画を配信予定となっております。公開のお知らせはなでしこリーグ公式ツイッターでもご案内いたします。ぜひご覧ください。愛媛県総合運動公園球技場からお送りしてまいりました2023プレナスなでしこリーグ一部の第2節、放送席実況担当は藤田雄二郎でお送りしました。それではこの辺りで失礼いたします。